皆さんこんにちは。今日は開くと一体に閉じるとペラペラになってしまう不思議なマジックキューブを作っていきます。今回は15センチの折り紙を使います。15センチの折り紙2枚でキューブ1つ分になります。これを好きなだけ作ってつなげてください。では折っていきます。まず白い面を上にし、半分に三角に折ります。開いて90度回転させ、もう一度三角に折ります。開きます。折りくぐの中心に向かって下の角を折ります。次は上の角も中心に向かって折ります。この下の辺を真ん中に向かって折ります。上も同様に真ん中に向かって折ります。90度回転させ、この点に向かってこの角を合わせて折ります。次に右側の端を下に合わせるようにして斜めに折ります。くるっと回転させ、ここの角が上の角にくるように折ります。右端が下に沿うように斜めに折ります。これでパーツ一つが完成しました。これを組み合わせていきます。全く同じものです。パーツを一つ開きます。ここに向きで重ね合わせます。左上の角を持ち、開いて下のパーツを入れ込みます。今度は右下の間に下のパーツを入れ込みます。上下に出ているこの角を折ります。このように折っていきます。できたら
ここでのりをつけていきます。この白いところ全面にのりをつけ、しっかりと貼り付けてください。全面に糊をつけるのがコツです。これでキューブ一つが出来上がりました。これを曲げていきます。片面に糊を入れる。もう一つの2つとつけます。これを好きなだけ繰り返してください。しっかりくっつけて、糊が乾いたら混ぜてスパイラル生地の完成です。いかがでしょうか。思ったよりも簡単に作れたんじゃないでしょうか。簡単で不思議で楽しいマジックスパイラルキューブ、ぜひいろんな機会に折ってみてください。ご視聴ありがとうございました。